疲れているので1時間で終わります。くしゃみ、うん、咳むせちゃった、なんか知らんけど。こんばんは。お疲れ様、ありがとう。久しぶりにツイッターで宣伝しようかな。わあ、全部写真使えねえ。どうしようかな、どうしようかなちょっと待ってね。これも髪飾りついて、髪飾りついてちゃダメなんですよ。えい、いらっしゃいませ、どうぞご覧ください。そう、今日は1時間、そしてタワーサイン弾丸タワーサインやる。ちなみに何かポニーテールの写真が評判良くてポニーテールの写真を使いたいのでタワーサインをします。まだね、余ってるんです。お腹出してるやつ。了解した。うん、だって今月1回しかやってないよね。やってない気がする。うん、一応月2ぐらいで開催したいつもりではいたんだけど、ちょっともう今月いっぱいいっぱいやったんで。ケンショウさん、ありがとう。なにこれ、クマがおめかししてやがら。なにこれ、クマタワーって普通のタワー。ありがとう。季節のタワー、季節のタワーあんだ、ま、今え、ウェディングジュープライドですね。雨降って地固まるということで。じゃあ季節のタワーでお願いします。かわいい、え、かわいいなんかつもりの時もそうだったんだけどね。私結婚式場で働いてたことがあって、バイトなんですけど、なんかウェディングにすごく興味があるのでめっちゃ嬉しいです。かわいいです、ありがとうございます。はあ、結婚して、じゃあもしもさ、ほんまにだからね、なんか関西弁になっちゃった。ほんまに
ほんまにうちがそうやったらなんか私と結婚してくださいって言ったら結婚してくれはるんですか？めんどくさそうだから嫌ですか？します。てめえは既婚者だろうが。食い気味ではいと答えます。関西弁の中ではとっちらかってて。でもうち関西弁うまいやで。関西弁うまいんやで、ほんまに。エセ関西弁はあかんで。エセやないもん別に。関西の心があったらええんやろ。そんなんあるし、私関西大好きです。大阪大好きですから。心の問題やろそんなん。間違ってリカちゃんフォロー外してた。あ、最低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 。今日は季節のと ありがとう。敵あやちこんばんは。ちょっと待って、今誰がタワー投げたかちょっと書いてメモする。誰さん？ケンショウさん、フォッカーさん、稲和樹。ケンショウ。やばい。あー、ちょっと待ってね。ちょっと待って。すまん。ちょっと、もう一回言って。サトルさん、ケンショウさん。お母さん田舎好き。ねえねえ、これさ毎回投げてる人いるじゃん、大丈夫なの？田舎好きさん、あと誰？あと誰？ケンショウさん、サトルさん、フォッカーさん、田舎好きさん、と誰？エリナタソ？はい、あとはこの5人で今。あ、シンシンさん。ねえねえ、みんな大丈夫？ノリでや、ノリだよ。あ、チッチさんね、はいはいはい。ノブさん、ねえねえ大丈夫？本当にみんな私の声聞こえているのでしょうか？景気がいいですね。
席ありがとう。まあ1時間だけなんでね、ちょっと短いんですけど、すいません。明日の朝が鬼早くてすいません本当に。私今日さ、行かないってダダこねてたけど、しっかり行ってしっかり仕事してきた。えら。絶対行かないって、いやってダダこねてたのに、社長にまで絶対行かない、行かない、明日のお仕事行かないって死ぬほどダダこねてたのに。結局もみたいな顔して朝来るやんっていう。本当偉い私って。はい、秋太郎さん。こんばんは。こんばんは。ほなら。私もそないなことしたいなって。毎日休みなく働いているの普通に偉すぎなんだが、だろ。こんばんちゃ。私茶太郎さんのこと信じてた。ツイッター見た。いろんなメンバーの名前書いてあって嫌いになった。消して、理科だけにして、今すぐ消して、茶太郎さん。じゃないと嫌い。消します。早く見に行くよ。今茶太郎さん理科だけにして、あつはすごいけど言うてることはめっちゃ可愛いよな。なんで理科だけじゃダメなの？怒るよ。さあ見に行こうかな。逃げられると思うな私から。あ、消えた。
このヘッダー何ヘッダー。ヘッダー知らん女が写ってる。初恋ツーショット、オンセールしてる。ねえ。やめて。ねえ、やめて。理科は剣にしてよ。猫爪さん、はい、かわいい。茶太郎さん、リアちゃん泣かした。ヘッダーまだ初恋ツーショットになってる。これ何ねえ、ヘッダー変えて、茶太郎さん。茶太郎さん、リク茶太郎さんのページ開いて待ってるよ。ね。ヘッダーリカちゃんだけにして。少々お待ちください。理科の茶太郎さんだよ。なんで他の子のやつやってんの。やだ。でそんな理科に意地悪ばっかりするの。ねえ、変えて、すぐ変えて。匂い見せられて。ほら、他の人がじんわりジェラシー。あれ、セカンドシングル。セカンドシングルです。まだ変わらない。でもね、私ね、治療も許してないから、治療も早く変えて。ビオラン治療いるでしょ。私はさっきあなたのこと目視してるんで。そっとでショールーム。キノッチはなんかもう別に DD だからどうでもいいんだけど、治療はなんか2割の顔して、なんかその飲み会みたいなのにも参加してるのに、なんかビオラにいっぱいいろんな名前書いてあって、うざい。ただのオタクとしか書きてません。本当？なんか前はなんかいっぱい書いてあったけどな。茶太郎さん、ヘッダー変わってないよ。私この配信で変えなきゃ許さないからね。なんなら誰も書い、じゃあリカのこと書いてよ。
理科のこと書いて。早く早く、リカピッピピコピコマルって書いてきて。かっこやん。リカピッピピコピコマルスキピッピって書いて。壊れたと思われるかな。壊れたと思われるかな。リカピッピピコピコマルスキピッピって書いてきて早く。ごめん、なんだって。早く早く帰ってきてよ。リカビッピスキピコピコマル、なんだっけ、リカビッピピコピコマルスキビッピって帰ってきて早く。消したら怒るからね。リカの目を盗んで消したら。チャタロボさん、一生初恋ツーショットだけど大丈夫そう？ねえ。マジで笑うんだけど。早く、チャタロボさん。許されないよ。リカピッピ、リカピッピピコピコマルスキピッピ、はいはい、これ許します、これで。これで許します、はいはいはい、スクショ撮りましたんで、これもうダメですよ、帰っちゃ。チャタロウさん、一生初恋ツーショットやめて。このヘッダーやだ。スクショしたんでもう逃げられません。変わってないか毎日チェックします。その通りです、本当に。変えるとどうなるの、永久追放。一生分初恋ツーショット聞いた気がする。ねえ、初恋ツーショットやだ、早く変えてきて。ちょっとこの左の人ちょっと分かんないんだけど、ごめんね。この左の人ちょっとナナコに似てんだよな。誰なんだろう。ごめん、めっちゃ爆笑してる。少々待ってる、さっきから早く。何でもいいじゃん。いつぞやのサインのさ、自分の名前のところだけでもいいじゃん。早く帰ってきてよ。いつもこうなの？わりかしいつもこんな感じだよね。わりかしそうでいらっしゃいますね。天気ありがとう。今日も平和だ。みんなのビオラン見てリカちゃんに密告したくなってきた。 DD の分際でよく言うね、君は。今日は平和か。だってさ、リカのこと好きなからさ、リカのさこの配信見てるのにさ、そうやってさ他のさ
このさ、名前書いてある人に対してさ、私がレスポンスしたくないもん。だから変えれる人は変えたいの、ここで。みんな。リカピッピピコピゴマル好きピッピ沼。かわいいよ、顔だこと。親戚のおばちゃん。ねえ、さっちゃんは二等とどうなったの？ねえ、二等になんか渡さないよ。さっちゃん、私二等にも嫉妬してるんだからね。リカはさっちゃんなのに、そうやってさ、なんか他の男にうつつつつつつつを抜かしててさ、楽しいわけ？このさっちゃんっていう女は、私というものがありながら、ニトリで男とデートしてたんですよ。これ、手は許せませんよね。抜かしすぎてて草。認知ある人大変やな。貴様も認知しておるぞ、小太郎。二刀にはうつつ抜かしてない、本当に。あ、じゃあ遊びってこと？二刀すらも持って遊んでるってこと？リガも持って遊ばれて二刀も持って遊んでるってこと？ひどいね。ひどい女だね。そうやっていろんな人を持って遊んで楽しい。さっちゃんは顔面が可愛いから別にさ、何しても許されると思わない方がいいよ。変わってないじゃん。変わってないよ、茶太郎さん。初恋ツーショットのままだよ。どういうつもり？変わってるよ。いや、私がおかしいのかな。あ、いい、じゃあもうこれにして、ずっと。わかった？これにして。これで喜んでほしいポイントといえば、私がちゃんと茶太郎さんにサイン書いたことを覚えてるということと、サインの文字の漢字がヘッダーのところにぴったりだなっていうところまで覚えてたっていうところを加味して、喜んでほしいんだよね、まずは。大変申し訳ございませんでした。次なんか違う名前書いてあったり、違う女の顔がヘッダーに写ってたら、本当に雑巾みたいに絞るからね。そう、頭と足をこうやる。絞る？そう。痛まう。こうやる。お腹痩せそう。
ちぎれるよね。ちぎれるよね。確かに。はい、真白さん、タワー。じゃあ待って、ここまでのタワーを確認させてください。ちょっと待ってね。いいですか。ケンショウさん、サトルさん、フォッカーさん、田舎月さん、エリナタソ、マサノリ、キタデさん、シンシンさん、チッチさん、ノブさん、アキタルさん、猫爪さん、マシロさんで合ってますか。ありがとうございます。嬉しいです。リカちゃん、申し訳ございません。いいよ、移動してあげる、ちゃんと直したから。これからもリカのチャタロさんで行ってね。はい、茶太郎さんはビタワーありがとうございます。流れるようにタワーが送られてきた。茶太郎さんね、はい、リカのっていいの。マッキーさんも浮気するから知らない。もうリカは浮気する人は知らないんです。普通に治療が晴れてリカピピピコピコマルのスキピッピになったので、皆さんでお祝いしましょう。そしてこいつ治療が浮気してたらもう次はないと思ってください。チーリョが浮気したら私も恋愛するからね。連帯責任。はーい、あわわわわわ、阻止阻止、最大限のプレッシャー。はい、リカのね、ファンの女の子可愛い子ばっかりね。なんか私のファンの男性に狙われないか心配なん。隠れて付き合ってるところないよね。もしも付き合っても私に報告しないとダメなんだよ。わかってる？あ、報告します。はい、でもやっぱり皆さんにご報告させていただくと、プリンさんとユンナタソさんは付き合いなさってらっしゃるらしいので、またツーショットが私の元に送られてきてるので、これだけは言っておくんですけれども、してない。だってまたツーショットを加えてきたよ。ああ。え？やっぱりか。
天気ありがとう。リュウさん、リュウさん、リュウさん、はい、堀もきさん、ねね、大丈夫？今日なんか多いけど。笑いすぎてお腹痛い。リカね、最近、寂しいんですよ。みんなが楽しそうにしていて、リカのこと置き去りにするんです。リカのこと置き去りにして、みんなでご飯行ったりして、なんか寂しいことばっかりしてきて。豚狩り狐さんとどんな名前それね、どんな名前なのそれ。豚狩り狐さんね、了解。ちょっと待って、ね、ああ眩しい。豚狩り狐さん、ひどいよね。姫を置き去りにしてみんなで楽しんでるんです。楽しそうだよね。ね、ゆいたんはね、いつもここの孤軍奮闘してるイメージ。はい。ゆいたん面白い。リカとね、お話し会つながったらね、語彙力なくなるの。かわいいでしょ。あー待って、好き。ゆいたん、こういう感じ。昨日のピメナソで釣られました。いらっしゃいませ。ありがとう。目の前にしたら偏差値下がっちゃうから。いい焼き鳥屋さんなら知ってます。せーの、聞いてないよ。リカちゃん目の前にしたら、あ、これ読んだ。あ、ようやくお手紙書き終わった。明日リカちゃんプール。ありがとう、嬉しい。でもみんな本当に無理しないでくれ。すごいね、なんかウェディングケーキいっぱいあって、私×15ぐらい×15 ぐらいの人みたいになってるから。待ってっていうかくしゃみする。へへ。ブー。三つさんバツイチだもんね。じゃあリカが2番目のバツをつけに行くね、三つさんに。結婚できるけど別れること確定してて腐っていう。一個ついの。
ついてる人にはまずリカもう一個つけに行くか。リカちゃんにバツつけられて別れることになるけどいいの？え、チッチもバツイチ？違うよね。違うよね。リカちゃんにもついちゃう。いや、リカちゃんもバツ15ついてるこれ見て。ウェディングケーキこんなに食べてきたよ今まで。究極のデレツン。究極のデレツンがあなたの戸籍にバツつけに行きます。リカちゃんと結婚できるとか幸せすぎる。一瞬の幸福。でもなんか結婚歴のある人ってやっぱり魅力が増してると思うんですよ。その前の経験から辛いこととかも乗り越えてきてるわけじゃないですか。そうしたならばなんかその結婚歴がある人はすごいなんかその今現在結婚してる人も含めて自分の家庭を守らなきゃいけないっていう責任感と、あとはそのじゃあ娘とか息子さんがいたらその子のためにかっこいい父親でなきゃいけないって思うから、やっぱりちょっと魅力が増しますよね。あとその人のものっていいですよね。最低の女。それシンプルにあなたの偏見あばれた。お？ん？お茶吹いた。やばい人だ。やばくないよ。人のものがいいはわかるね。だからなんか推しメンに対して誰のものにもならないで、私のものにならなくてもいいからみたいな考えの人いるじゃないですか。私本当あれ理解できなくて、なんかあれ本当理解できなくて、なんか誰かのものになっても奪いに行くから待っとけよぐらいの精神でいてほしいわけ。区役所に届け出しに行った。見ないばあちゃんな。ちょっちゃあれだもんね、港区の偉い人だもんね。いいこと言ってる。独占欲の塊。ゆりたんとはね、ゆりたんいいよねえ、何してんのマジで。でもほんとなんか首洗って待っとけって感じ。姫がいなく初任給入った。おめでとう、頑張った分だよ。なんで私に言えるの。美味しいご飯食べに行きなさい。あとは親御さんいらっしゃったら親御さんにありがとうってなんか買ってあげて。
リガちゃんにありがとうってわかる、わからんわからん定期ありがとうございます。初任給で買ったのは一生ポテトだから。本当にそうだよ。リカもミミのリュックを買ったんです。自分にピンクのミミのリュックずっと欲しかったんです。もうあのマテラッセって言うんですけど、あのマテラッセのバッグがどうしてももう何年も前から欲しくて、これを買うためにアイドル頑張ろうって思ったので、太田プロに入った年に初めての太田プロからいただいたお給料で買ったんです。そう、あとはあのママとパパにもあの買った。ちょっとただ渡すの恥ずかしいから、あのお誕生日プレゼントという名目で。私も初任給ねえ、だから私にはいらないから、ゆりたんでもなんか毎年一回はあの親御さん、私の親御さんにまあここまで育てていただいてるので、あのちゃんとお寿司を連れて行けるようにしようって思ってる。こんなにね五体満足ですごい幸せな暮らしをさせて、やりたいことやらせていただいてるので、なんか仕事には関係ないけど、あの仕事に本当親は関係ないから、何かの集まりとかも呼ばないようにしてるんだけどうちの親はだけど、あのそういう自分がね、一応恩はあるので恩あるっていうか、なんか冷たいね言い方いや、ここまで立派にね育てていただいたので、でもあれですね、あのその代わり私の偉くないエピソードも一個言っていいですか私人の誕生日ほんと覚えられなくて、一番苦手な分野なんですけど、メンバーの誕生日とかもマジで覚えられない。なんでかっていうと数字でしょ。数字でしょ。で、チューしてる。どうした、どうした。なんですか。なんですか。なんか来ましたね。なんて読むんだろうか。龍絆空。これなんて読むの。しかも琉球の龍、王のやつだよね。琉球。絆なんだっけ。空、私だエフェクト出てた時 見えてなかった空さん、なんて読むの。
じゃあみんなその値段で言うのやめて、生々しいから。ありがとうございます。どうしたん、中国の方？先生你好我愛你。知ってる中国語全部言った。いや日本の人かと、日本の人、ありがとう。あ、ルキア？え、すげえ。ルキア？すげえ。キラキラネームじゃん。ルキア。いいね。日本人です。誰ね、テーマ流した人。ポッカーさん？何を根拠に？強い。まだ強い。忘れた頃にやってくる。まだ強い。わいです、すいません。はい、お花も降って何よりですね。すいませんね、なんかたくさんいただいてしまって、こんなつもりじゃなかったんですけど、あのノリと勢いでやってしまった結果こんなようなことになってしまって誠に申し訳ない所存でございます。あのね、あのね、みんなに言いたいことあったんだった。そう、それでリカ今日やったんですけど、あのアルバムのリード曲のあのことなんですけど、すごいあの MV ちょっと怖がらせちゃうかもしれないんですけど、あの怖くないよとだけ言っておきます。まだ秘密なんですけど、まだ秘密なんですけど、まだ秘密なんですけど、こあの怖くないよって見たらわかる。で、え、あれさ、みんなにもう知ってる？知らないのかな？いつ発表になるとか知ってますか？皆さん。知らない？何も知らない？何も知らないか、まだ。男の人とそういうシーンがあるわけではないよね。それは怖いよ。あーなんかあるかもね。あるかもね。こうやってさ、こうやって、あ、ちょっとこうやってさ、こうやってこうやって
やられてるかもしれない。こうやってこうやってこうやってちょっとそう言われたからとりあえずのっとけの顔やめて。ないです、そんなシーンはないです、そんなシーンはないです。まずね、フローラにそんな男性の、まあ、そう役者さんを佐渡にまで呼ぶお金がない。だから安心してくれたまえ。うますぎ、え、私うまいよね、こうこうやって。上手じゃない？上手じゃない？また死亡案件になるところだった。リアル。子供の頃からの写真はないです。現在のはあります。どうした？どんだけ金ないのよ。フローラさんお金ないから。フレーム芸、私フレーム芸得意なの。しかもさ、今マニキュア落としちゃったから仕事で。上手じゃない？でもまたあの配信で塗るね。今日落としちゃったの。悲しい気持ちだった。なんかご飯食べるシーンがあったからマニキュア落としました。はあ、闇。あら、2割女子が一番ダメージ。確かに、その悲しそうな顔、え、何と。いや、じゃあ本当に悲しかったの、私。落とすんですかって、ただこねたけどダメだった。はい、落としますって言われた。でもさ、フレーム芸やりたいんです、こうやって。やだ、こうやって。え、上手じゃない私。どこのドイツだ。TikTok でも一、え、昔やったことあるよ。私 TikTok で学んだの、私フレーム芸。どう？湧いた！なんか一人湧いてる人いるんだけど、どうしたの？あれ？メンタル悪からマジで。ガチ切れしてるわ、2割女子や。ごめん、もうやめるね。
当人も引くほどの愛なんですよ。昨日の公演でも言ったんですけど、私のファンの女の子って本当応援していただいている当人も引くほどの愛なので強いなーってなるそこだけ切り抜かれて、あはは、パーカーのやつ無理ですよね。いいねをせんかったやつ。引く言うちゃったやん。いや、当人もちょっと恐れおののくほどをこう、押していただいてる。ほんとありがたいこと。あんまり当人が引くってあんまりないからね。ほんとに。昨日も公演で言ったんだけど、あんまりさ、押しされてる本人が引くなんてことはさ、まあ、この世にはないじゃないですか。だけどうちの女子は平気で引かしてきますから、すごいね、そんなにもーって。いや、いい意味でね、いい意味で。だって月1ぐらいでおかんセット送ってくるんだよ。引くだろ。嬉し引き。いいのーっていう。どんどん引かせてます。うん、自信持っていい、いいことですよ、これは。2割女子すごいなと思いながら見てる。君もすごいよ。君もすごい、十分。どんなに出かけててもお話し会だけはしっかりと参加しに来るからね。あとなんかその終わり際執念で滑り込んですっぴんで私に「危ねえ間に合った!」っていう度胸ね。すごいよ、本当に。さっちゃん、すごいよ、あんたは。いやー、ほんまにごめん、マジで。すっぴんなよ、とか言って、いや、見ればわかるっす。見ればわかるっすっていうね。しっかり見習います。いや、あなたもすごいよ。壁一面私じゃないの、ゆみちゃん。木生えてたのよ、ゆみちゃんの家の壁に木生えてたんだけど、最近その木が伐採されて私に塗り替わってたからね。なんか、あー、すごいすごい、あ、レイアウト変えたのって言ったら、変えてみた。全部いいかじゃんだよ。ゆみちゃんこんな感じ。キー邪魔だったんだもん。キー伐採された。ペレペペペペペペ。あつ森やってんのね。え、そんなはゆるいか。ゆるいよ。鬼のゆるい平和空間流れる。リカちゃん、ヤッホー。こんな感じ。ちょっと急遽お仕事行かないといけなくなったら抜けます。最後まで見れなくてすみません。あれ、ちょっと待って、ルキアさん、ちょっとともやさんするな。あれ完全犯罪か。解明したのか。このコメントは？
かになんか急にタワー投げてくる感じとかもそっくりだな。今日は大事じゃないんだ。とにかく何かにかこつけて謝るその感じ。さては貴様の正体見破ったり。代理人がルキアさんなのでは。代理人のふりしてるあのルキアさんがルキアさんのふりしてるトモヤさんってこと。ややこしいやー、ややこしいやー。こんがらがりますね。いや、でもね、でもね、なんかバレちゃうのはおもろいよね。なんかさ、みんなが見ててさ、あれって思うのはさ、わかるけどさ、アイドル本人もわかってるのすごいね。私は初任給感動エピのなんだに動揺してる。どういうこと？どういうこと？やばい。はい、これくしゃみです。これがくしゃみです。はい、ということで伏線も回収したので終わります。7位がケンショウさん、6位がアダジデーズのサトルさん、5位がユリタン、4位がマサノリキタデさん、3位が堀巻さん、2位がホッカーさん、1位がルーキーアーさんでした。ありがとうございます。それでですね、あのタワーの確認を一度させていただきたいんですけど、ケンショウさん、サトルさん、ホッカーさん、田舎月さん、エリナタソウ、マサノリキタデさん、シンシンさん、チッチさん、ノブさん、アキタロスさん、猫爪さん、マシロさん、チョタロウさん、リュウさん、ホリモキさん、ブータガリギツネさん、ユリタン、ルキアさんで合ってますか？合ってますかね？忘れてるよって人がいたら教えてください。はい、ありがとうございます。じゃあ終わりますね。皆さん良い月曜日を。ごめんね、早く終わって。明日は公演の合間じゃないか。あ、2公演じゃないのか。そっか、朝仕事あるの。はい、そんな感じで終わります。ありがとう。
スクショタイム。やすみー。休み全然終わんないね。全然終わんないね。休み。